MRT 環状線はスマートトレインズが運営するシンガポールの地下鉄である。路線のほとんどが地下で完成すれば世界で最大の全線自動運行路線になる予定であったが計画が延期されたため完成時にはドバイメトロアフマル1 0 0キの 52km が世界最長の全自動路線となる。ラインカラーはオレンジ。MRT 環状線は 従来のシンガポールの MRT と異なり、指令室からの制御による無人走行列車となる。体制建設をはじめとする日本企業が参加して、建設プロジェクトが組まれ、工区は何段階かに時期を明けて工事が進められている。現在発表されている工区は5段階までで、ドビーゴート駅からハーバーフロント駅までの路線で、実際には完全な環状にはなっていない。 次の第6段階で環状になる予定。第1段階のドビーゴート駅からスタジアム駅は当初2008年に完成する予定だったが、ニコールハイワーン駅周辺でトンネル倒壊事故が起こり2010年に延期され、またそれに伴いマリーナベー延伸以外の完成予定も延期された。2011年10月一部を除き開通。無人走行車ではあるが、 開業にあたり最初の半年は進行方向を中止したに予期せぬトラブルに対応するために職員が先頭車両に同乗した形で試運転を始めている。2012年に全線開通予定。なお2013年に完成予定の MRT ダウンタウン線の第一段階の路線はこの環状線の支線として開業することになる。 車両基地は、キムチュアン車両基地を使用し、路線の運行を制御する場所でもある。ありがとうございます。